どうもこんにちは、たまチャンネルです。さて先日、Steam ックに関する、これはすごいという動画を公開しましたが、今回は Steam コントローラーが発売されてから発売中止になるまでの、なぞった経緯に基づいて、このままではここが Steam デックは批判されてしまう、という部分を解説します。まず Steam コントローラー、Steam バルブが発売して、で、今はね、販売停止になってしまった、PC 向けのゲームパッドですね。 で、こちら、世のレビューの低評価が多いということをね、ご存知の方もいらっしゃると思います。これ理由はいろいろあるんですが、まあそのうちのね、大きな一つは、スチームコントローラーを PC に接続すればすぐ使えると思ってしまった人が多かったとなります。これどういうことかと言いますと、まずスチームコントローラーはどんなゲームも遊べるという歌い文句でした。まあこれはね、間違ってないんですね。しかし、設定はね、自分でしないといけないんですよね。 ゲームによって自動判別して、で、最適な操作を割り当ててくれるといったことは、スチームコントローラーしてくれません。もう、スチームコントローラーというのはね、あくまでゲームパッド、あるいはね、マウスキーボード、そのどちらかで動作するデバイスに過ぎないんですね。まあ、この点を勘違いされて、もうなんだこれだとね、もう全然ゲームが遊べないんじゃないか。使いにくいとね。まあ、そういう低評価が溢れてしまいました。では、ここで、スチームデック見てみますと、スチームデックはね、 pc のどんなゲームを遊べると言っています。まあ、これはね、間違ってないけれど、もうここの部分はね、勘違いする人は出てきますね。ゲームによってスイムデックはもう最適な操作方法を割り当ててくれて、で、どんなゲームをすぐ遊べるんだという人が出てきてしまいます。まあ、この部分がスチームデックはね、批判されてしまう可能性のある部分ですね。とはいえ、この勘違いを言葉で説明して、で、理解してもらえるかというと、まあ、説明を見ないでね、購入してしまう人はいますし、 で、言葉で説明したとしても、まあちょっとよくわからないと思われてしまうでしょう。あのね、p c のゲームパッド事情はややこしいので、もう言葉でね、簡単に説明するのはもう相当難しい。よって、スイムデックはですね、この勘違いされてしまう部分をもう物理的に対処してきました。それが前回のスイムコントローラーとスイムデックとの比較動画で話した内容ですね。もうスイムデックには、一般的なゲームパッドにあるボタンはもう全て用意してきました。 ま、これによって、もう最近のゲームならばね、もうゲームパッドで遊べるようになっているため、もう難しい設定はしなくても、即遊べるようになっていますと。一方、ちょっとね、昔のゲームだったり、まあ、最近のゲームだったとしても、AAA タイトルではない場合、もう PC ゲームはね、ゲームによって、ゲームパッドのサポート状況がね、まちまちなんですよね。まあ、これが先ほど言ったややこしい部分で、もう PC でね、ゲームパッドを使う場合は、ここが鬼門でして、で、スチームコントローラーが低評価な部分は、 ここの部分のね、煽りを受けてしまったっていうのもあるんですけど、まあ、t e a m d デックでも同様にね、ゲームパッドに対応しないゲームの中には、もうユーザー側でね、ボタン設定を行う必要が出てくるため、まあ、やはりこれだけはどうしても、もうなんだ全然ゲームが遊べないんじゃないか、もう使いにくいという、まあ、そういう評判は出てきてしまいますね。まあ、特にね、今まで PC ゲームには興味がなかったが、この Steam デックは家庭容器にも見えるから、もう買って遊んでみようというね、もう PC 版のゲームには慣れてない人もいるわけですよ。 ま、ここでいろいろなスチームの安いゲームを買って、まあ、そのゲームがゲームパッドに対応しない場合、わぁ、なんじゃこりゃみたいな感じでもうなってしまうことが予想されますね。ちなみに私のチャンネル登録者の方向けの内容を話しますと、PC 版のフォールアウトで快適にスチームコントローラーで遊ぶための設定難易度は、もうベリーハードですね。もう PC ゲームの中でもかなり難しい部類です。しかし、いろいろ障壁はありますが、まあ、それを超えれば、 もう今までにないくらいの楽しい体験が可能になります。まあ私は常日頃動画で公開しているような、もうゲームパッドなのにマウスのようなフリーエイムで敵を倒したり、あと瞬時に蒸気に応じて武器を切り替えたり、あとベースはキーボード操作にも関わらず、まあ歩きから走れへのスムーズな移動も可能になりますと。まあこれはスチームデックでも多分同じのため、え、設定は難しいのもうそれならばスチームデックでフォールアウトすんなり遊べないんじゃないか、と思われるかもしれませんが、 ま、スチームデックにはね、家庭用版と同じゲームパッド機能は用意されているので、まあ、家庭用版と同じ操作ならば、すんなりと遊ぶことができます。で、私のように、一歩上の楽しみ方をしたい場合は、もう各ボタンにね、キーボード操作を割り当てて、まあ、最適化する必要は出てきますね。まあ、興味のある方で、で、スチームデックでフォールアウトを遊ぼうと考えている方は、ま、ぜひね、こちら挑戦してみてください。さあ、たい以上でしょうかまあ、スチームコントローラーがね、批判されてしまったのは、 世の原理と言いますか。まあ、製品はね、大変素晴らしいものなのですが、もう説明が足りず、さらに一見ね、奇抜な作り的に、もう勘違いが生まれてしまって、で、低評価のレビューがいっぱいになってしまった。というね、もう商業的には失敗してしまったコントローラーとなりました。まあ、しかし、スチームデックは、この部分の対処をしっかりと行ってきてると。まあ、それでも先ほど言った通りね、批判の目は全ては潰すのは難しいところですが、まあ、素晴らしいという声が多ければ、まあ、設定がよくわからなくての低評価レビューも減ると思うので、 まあ、ぜひね、スイムデックは成功して、もう素晴らしいデバイスとして活躍してくれることを期待しております。日本では早く売ってください。というわけで、今回はここまでということで、引き続き次の動画でお会いしましょう。